シャワー室のブースシャワー室とは、シャワーが設置された部屋。水しぶきが飛び散っても問題ないように排水口が設置され、流された湯水はすぐに排出されるように設計されているほか、水蒸気を郊外へ排気するための換気設備を備える傾向がある。シャワー室は、シャワーを利用して体を清潔にしたり、あるいは、 体への付着物を洗い流したりするために使用される。プールや海水浴の場では水着など濡れることを前提とした衣類をつけたまま利用することもあるが体の衛生を求める施設では裸になって利用される。浴室とは異なり浴槽がなくシャワーのみで済むことから一人だけが浴槽に湯を満たして入浴するよりもシャワーを使って体表を洗う方が 節水効果は高いため、独身寮や簡易宿泊所などでは多用されている。また、設備面でも体を横たえて入る浴槽を設置しなくて済み、潜入する床面積を縮小できるという簡略な設備でもある。湯水を使って体の清潔さを求める一方を、湯を浴びて体を温めることもできる。ただし、シャワーは入浴に比べて 湯と接する面積が狭いため、あまり体を温める用途には向かない側面もあり、シャワーを浴びた後は体をよく拭かないとすぐに冷える。気温が高い夏場は行水など、簡略化された入浴の代用として、体を素早く清潔にできるが、気温の低い冬場は暖房などで室温を上げておかないと体を冷やしすぎてしまいがちである。大人数が、 同時に利用するシャワー室では、トイレの大便器個室に似たようなブースで囲まれているか、または仕切りがなく、浴室同様に、室内全体がシャワーに包まれた構造となっている。一人で使うことを前提としたシャワー室では、一人が立って入れる程度の縦長で床が、正方形の小さなものが見られる。どちらも身だしなみを整えるための鏡などを備えている。 あるいは洗面や歯磨きなどを行うための簡易な流しなどが併設されていることも多い。ワンルームの集合住宅や簡便な宿泊施設などでは個室に備え付けの設備であるユニットバスの一種としてトイレや洗面台と一体化したものも見られる。ありがとうございます。